レプロエンタテインメントに所属し、タレントやモデルなどで活躍する菊地亜美。そんな、菊地亜美だが、同じくレプロエンタテインメントに所属し、先輩にあたる人気女優、新垣結衣のとある神対応を明かし話題になっているという。タレントの菊地亜美が6日放送のフジテレビ系バラエティ番組 VS 嵐毎週木曜夜7時からにゲスト出演。事務所の先輩である女優の新垣結衣とのエピソードを明かした。この日、チームバレーボールとして元バレーボール選手の河合俊一やバレーボール経験者のお笑いタレント、平野ノラ、トモコ、アマコーインター、などと番組にゲスト出演した菊地。さらにこの日はプラスワンゲストに、映画、累重ね、9月7日公開、から女優の土屋大鳳&吉根京子が参戦した。二人の顔をキスで入れ替えるという今作の内容にちなみ、顔が入れ替わるなら誰がいいかと話題に及ぶと、菊地は、この人に憧れて事務所に入りました、と新垣結衣を指名。当時の菊地は、私が本当に好きで好きでっていうのを伝えてたんですね。マネージャーさんとかオーディションとかで、と、新垣のファンであることを周囲に話していたそうで、事務所に所属した際、その話を知っていた新垣が、私のこと好きって言ってくれてるんだよね。ハグしようか。と、優しく抱きしめてくれたというエピソードを披露した。ガッキー神対応すぎ、惚れた、反響続々放送後ネットでは、ガッキー神対応すぎ。感動した、優しすぎる、こんなことされたら好きになっちゃう、ガッキー天使かて、私もハグされたいです、など、新垣の心優しいエピソードに反響が続々と寄せられていた。